皆様、こんにちは。本日はお忙しいところ、日本サッカー協会オフィシャルパートナーの契約記者会見にご出席をいただきましてありがとうございます。まず初めに本日の登壇者をご紹介いたします。公益財団法人日本サッカー協会会長、田島幸三でございます。皆さんこんこにちは続きまして、キリンホールディングス株式会社、代表取締役社長、 磯崎義典様でございます皆様こんにちは磯崎ですよろしくお願い申し上げますそれでは日本サッカー協会会長の田島よりご挨拶を申し上げますお忙しいところ集まりいただきまして誠にありがとうございます日本サッカー協会の田島光三ですかねてより話し合いを進めてまいりましたキリングループ様との次期契約について この度基本合意に至りましたコロナ禍が収束せず先がまだ見通せない状況でパートナーシップを継続していただいたことを心から感謝申し上げますそして本日こうしてキリンホールディングス株式会社の磯崎義則社長ご同席の下皆様にお知らせできますことをとても嬉しく思います 明日2日は札幌でパラグアイと6日は新国立競技場でブラジルとキリンチャレンジカップを戦いますそして10日はガーナと14日にはチュニジア、チリのチームと戦うキリンカップサッカーを控えております。6年ぶりとなります キリングループと様とのお付き合いは1978年、このキリンカップサッカーの前身となるジャパンカップから始まり、来年で45年という節目の年を迎えます。銅メダルを取ったメキシコオリンピック1968年、それを最後に国際舞台から離れていた日本代表、 その当時、キリンカップ、これが唯一の国際舞台との接する場でありましたもしもこの大会がなかったら、このワールドカップ出場も遅れていた可能性もあります、7大会,7大会連続で行けたかどうかも分かりませんサッカー不遇の時代、不況や経済危機 震災そしてこのコロナという困難な時期を乗り越えて現在の日本のサッカーがあるのも常に日本サッカーに寄り添い唯一無二のパートナーとして応援し続けてくださったキリングループ様の存在があってのことと深く感謝しています JFA100 年の歴史の中で実に半世紀近くにわたって気づいてきた いいい信頼と絆を揺るぎないものにしていきます次のパートナーシップ契約も新しい時代に合わせてより強固なものとしております現在キリンググループ様にはオフィシャルパートナーという最上位スポンサーのお立場でサポートをいただいておりますが2023年から始まる契約におきましては その範囲をさらに拡大させ、国内大会、育成や指導者要請、審判要請、施設整備、グラスルーツサッカー、各種事業、人事交流など、包括的な契約といたしました。日本代表のブランド価値と、JFA の資源、そしてキリングループ様の強みを生かし、 お互いに新しい価値を生み出しながら日本サッカーと JFA キリングループ様両者の発展そして少子高齢化や地球温暖化などさまざまな社会問題社会課題の解決にわれわれは協力しての挑みたいと思っています SDGs の達成 ウェルビービングを育む環境づくりを推進していきますキリングループ様と JFA が持続可能な真のパートナーシップを発揮することで人々の心身の健康と幸福社会の発展日本のスポーツの発展に貢献できるように貢献できることを確信しています11月には いよいよカタールでワールドカップが始まりますキリングループ様の長年のご支援そしてファンサポーターの皆様の熱い応援に応えるためにもこれぞ日本サッカーという戦いぶりで世界を驚かせ驚かせたいと思います本日は誠にありがとうございました続きまして 日本サッカー協会オフィシャルパートナーとしてご協賛いただくことになりましたキリンホールディングス株式会社代表取締役社長磯崎様よりご挨拶を頂戴したいと思いますキリンホールディングスの磯崎でございます日頃はキリングループの製品をご愛好いただきまして誠にありがとうございますグループを代表いたしまして 一言ご挨拶申し上げたいいと思いますえまずは、この度の新たな契約によりまして、日本サッカー界のさらなる発展に向けて、2023年、明年から日本サッカー協会オフィシャルパートナーとして応援できることを大変光栄に思っております。ご存知の通り キリンは1978年のジャパンカップ協賛をスタートにしたいたしまして44年間サッカー日本代表を応援し続けてまいりました今回の2030年までの8年間の契約によりまして半世紀を超えて日本サッカーの応援に携わることがことになりますけれどもこれまでの 長いい歴史においては様々なことがありました。1970年代80年代には今では考えられないようなサッカー冬の時代でありましたそして1993年 J リーグ開幕に沸き一方でドーハの悲劇に涙いたしました1978年から20年後の 1998年に初のワールドカップ出場そして2002年には日韓ワールドカップ開催に日本中が熱狂いたしました一方で直近では新型コロナウイルスによる代表戦の中止あるいは延期によってサッカーの試合がなくなった時もございましたがサムライブルーは 見事7大会連続のワールドカップ出場を見事に決めてくれました良い時もあれば厳しい時もございます一喜一憂しながらもキリングループはこれからもファンサポーターとともに応援し続けていきますスポーツ特にサッカーには 世の中を元気にすするる力があると信じておりますだからこそキリンはこれからもサッカーを通じて人々の心を笑顔にしてまいりますさていよいよ11月からはカタールのワールドカップが開催されますサムライブルーにはグループリーグを突破し目標としている ベスト8以上ドーハの歓喜として日本中のファンサポーターに夢と感動を届けていただくことを心より期待しておりますそのためにはまずは先ほど田島会長の方からお話がありましたが明日の6月2日と6日に開催されるキリンチャレンジカップそして6月10日から開催する キリンカップサッカーこれにおきまして世界の強豪国を相手に勝利を重ねワールドカップ本番に向けて弾みをつけていただきたいと思っておりますまたナデシコジャパンアンダーカテゴリー代表フットサル代表ビーチサッカー代表そしてサッカーいい日本代表を含めて全カテゴリーで日本代表が 活躍ででできるように今後も全力でバッックアップしていいく所存でございます、まあ、現在はサッカー日本代表オフィシャルパートナーという位置づけですが来年2023年からは日本サッカー協会オフィシャルパートナーとして日本代表ファンサポーターに加えましてプレーヤー保護者指導者をはじめといたしました 日本中のサッカーファミリーを応援し日本サッカー界のさらなる発展に貢献していきたいと思っておりますまた持続可能な社会に向け JFA の真のパートナーとしてサッカーを通じた競争価値による社会課題の解決を目指しキリンの CSV クリエイティングシェアドバリューこれのパーパスであります健康 コミュニティ、環境、これに取り組むことで、我々のコーポレートスローガンであります、喜びがつなぐ世界へを実現してまいりたいと思っております。最後になりますけれども、田島会長をはじめ、協会関係者、そして監督、スタッフ、選手の皆様、さらには日本中のサッカーファミリーの皆さんのますますのご活躍を記念して、 私のご挨拶とさせていただきます本日は誠にありがとうございます磯崎様ありがとうございましたそれでは皆様からのご質問を受けする前に調印式とフォトセッションを取り行いたいと思います調印書をご用意いたしましたのでお二人から署名を頂戴したいと思いますそれでは私から はい、えー、それではまずスチールさんからお願いいたします。こちら よろしいですか。えっ、ー、とテレビの方お願いいたします。よろしいでしょうか。それでは次にユニフォームを持って、えー、撮影をしたいと思います。 はいえー、とそれではです、ね、今回はのテレビの方からお願いしたいと思います、シチルさん、ちょっとお待ちください。よろしいでしょうか、はい、お待たせしました、シチルさん、もしよろしければ立ち上がっても大丈夫ですので。 よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。これで調印式を終了いたします。